皆さんこんにちは、加藤秀明です。残念ながら遺伝子が組み換えられたメダカが流通していました。その多くは回収されたようなんですが、もしかしたら皆さんが飼育しているメダカの中に混じっている可能性があります。今飼育しているメダカは絶対に野外に放さないようにしてください。メダカを野外で飼育している人多いですからね。雨で増水した水と一緒にメダカが流れ出る可能性あります。水槽の設置場所ね、重要です。メダカはね、ぴょんと飛び出したりもしますからね。排水口の近くで水槽ね、設置されている方、ちょっとね、置く場所を変えていただければと思います。まあ遺伝子が組み換えられたねメダカとね、気づかないで飼育している場合もありますから、いや、もしかしたらとね、怖くなって野外にね捨てるということがないようにお願いします。まあ必ずしも罰せられるというわけではありませんので安心してくださいね。遺伝子が組み換えられた生き物、拡散しないことが大事なんですね。メダカを大切にしてください。今ね、飼育しているメダカも、そして野生のメダカも。今回ね、問題となった遺伝子組み換えメダカはミナミメダカという種類ですね。日本の在来種なんですけれども、遺伝子が組み換えられていますから法律で取り扱いが制限されています。個人で自由に飼育や販売ができないということですね。気をつけてください。特にミナミメダカは私たちの身近な川や池に生息していますから、遺伝子が組み換えられたミナミメダカが野外に放たれると遺伝子汚染を引き起こします。とても危険ですね。もちろん北のメダカが生息する日本海側の地域でも同じです。ミナミメダカと交雑しますから、組み換えられた遺伝子が広がるとその川や池のメダカをすべて取り除く必要がありますので注意してください。遺伝子が組み換えられたメダカにはサンゴの遺伝子が組み込まれています。発光するサンゴの遺伝子が組み込まれているんですね。だから光るんです。こちらがそのサンゴですね。見えますかね、ほら。正確にはイソギンチャクモドキの仲間ですね。まあ、四方動物で一般的に、まあ、ソフトコーラルって呼ばれていますね。骨格を作らない柔らかいサンゴのグループです。まあ、イソギンチャクにね、起源なんですけどね。太平洋のね、西部からインド洋に分布していますね。赤だけじゃなくて青とか緑とか様々なね、色のものがいるんですよね。まあ、こちらは赤のタイプですね。綺麗ですよね。この状態でも綺麗なんですけれども、鮮やかに発光します。ほら、じゃん。暗くしてみましょうか。ほら、光ってますよね。ほらほらほら、見てください。ほらほら、光ったね。ほらね、こちらのブラックライトね、紫外線を放射するね、ブラックライトを当ててみると、ほら、発光しましたね。美しいですよね。ほら、イソギンチャクモドキの体内に含まれる蛍光物質が発光しますね。赤色蛍光タンパク質ね、発光といっても、まあ、サンゴ自ら光をね発するのではなくて、紫外線をね反射して蛍光色にね見えるというものですね。ほら、じゃあ、こちらのライトで見てみましょう。ほら。ほらほら、見えますか、ほらね、ほら、じゃん。
ますか。じゃあ、美しいですよね。ほら、じゃあ、ね、光りましたよね。サンゴの多くは発光するんですけどね。なぜ光るのか。その理由はいくつかありますけれども、サンゴに共生する褐虫藻という、ね微生物を、ね、誘引するためと言われています。光で集めると。ね褐虫藻は光合成しますからね、光に集まる習性があるんですよね。まあ、サンゴは生育に必要な栄養を褐虫藻という、ね、微生物に作ってもらっているんです。なので餌を、ね、与えなくてもこのイソギンチャクモドキ、ね、褐虫藻の光合成で生育することができるんです。共生関係ですね。まあ赤ね、赤色っていうのはそうですね、青色に比べて光合成、ねする有用度っていうのはちょっと劣るんですけどもね、サンゴの細胞の深部まで、透過するとね言われていますね。赤色蛍光でね、より、多くの褐虫藻に光をね届けることができる、ね、と言われていますね。そうですね。あとは褐虫藻をね、紫外線から守る、そんな働きもあるようですね。このイソギンチャクモドキですけれども、ね、このイソギンチャクモドキ、ねこの発光タンパク作る遺伝子、ね、それをミナミメダカに、組み込んだもの、それが今回ね、流通してしまった遺伝子組み換えメダカです。光るメダカですね。ただ、まあ、光るメダカという、ね、ものは、改良されて売られていたりもしますよね。まあそれは遺伝子が組み換えられていないものなので、飼育可能です。安心してくださいね。まあ鱗とね色素、それがね太陽光に反射してキラキラする、ね、そんな光メダカというね、品種改良されたメダカいますけれども、それとは違うんです。そうですね、遺伝子組み換えのメダカですけれども、紫外線に当たると強くね発光して蛍光色になりますから、メダカに、紫外線、ね、UV を当ててみてください。ブラックライトとかね、例えばこちらね、こうやってほらね、こちらね、ほら、こちらのメダカたちは光りませんよね。色鮮やかにねこちらはね改良されていますけれども、遺伝子組み換えではないメダカと分かります。一安心ですね。まあブラックライトはね普段生活の中でね使わないですからね、まあ皆さんが確認することはねほとんどないかもしれませんね。もしかすると遺伝子組み換えのメダカだと、ね、知らずに飼育している場合もあるかもしれませんね。まあ太陽光でも多少ね発光しますので、照らしてみて、蛍光色に、発光したら遺伝子組み換えメダカかもしれませんね。その場合は行政のね相談窓口までご連絡ください。絶対に捨てない、メダカを大切にしてください。私のね研究室では遺伝子組み換えの生物を取り扱っていないので、お見せすることはできないんですけれどもね、インターネットで遺伝子組み換えメダカとね検索していただければ出てきますので、参考にしてください。それではもう少しね、詳しく説明しましょうね。遺伝子が組み換えられた生き物はカルタヘナ法というね法律で取り扱いが制限されています。2004年からですね、遺伝子が組み換えられた生物はそもそも、まあ、私たちのね生活を支えるため、ね、そして私たちを守るために研究してね生み出された生き物ですね。例えば、がん細胞がね、どこに転移したか分かるようにがん細胞を発光させたり、ね、転移したら分かりますからね、そんな研究も進んでいます。ですから研究そのものは
とてもね大切なことで大事なことで、遺伝子組み換えされた生き物もとってもね、大事な存在なんですね。私たちのためにね、犠牲になっている生き物ですからね。ただしっかり管理すべき生き物ということですね。私たちがコントロールできない状態になると悪者扱いされてしまいますからね。ですからちゃんと管理する必要がある、そんな生き物です。気をつけてください。遺伝子が組み換えられた生き物は日本国内ではしっかり管理されていますが、まあこっそりね持ち出されたり、うっかりね放たれてしまうと大変なこと、あとは海外からねいつの間にか輸入されていたということもありますね。国際間の取引も許可なくできませんから気をつけてください。国際条約で取り決めがありますね。輸出する人はね、遺伝子組み換えの生き物であるということを輸出国の政府に事前にね、報告して許可を得なければならないんですね。簡単にはね許可は下りないですからね。そうですね、珍しいメダカを海外に持ち出した時にね遺伝子組み換えのメダカであっただと大変ですよね。気をつけてください。まああとね、最も気をつけなければならないのが旅行先ね、海外でお土産に買ったメダカとか魚が遺伝子組み換えされたものだったということもありえますから、海外で生き物をね購入して持ってくるということはね避けてください。生き物をね送ってもらう場合も気をつけた方がいいですね。要注意。どんな生き物が届くか分かりませんからね。遺伝子組み換えの生き物だけではなく、まあ、例えばね特定外来生物もね混入する可能性があります。メダカにそっくりなカダヤシ1匹でも許可なく海外から輸入することはできません。気をつけてください。こちらはね、海外で生き物が売られている様子なんですけどもね、写真ね、色鮮やかな生き物たち売られてますよね。写真上のこのね魚たちは遺伝子が組み換えられた魚かもしれません。ほら、ね、蛍光色ですね。この3つね、遺伝子組み換えの可能性ありますね。まあ難しいですよね。蛍光ペイントの可能性もありますから。まあでも紫外線ライトの下でね光ってますからね。ね、あ、この下のね魚、蛍光塗料を注射器でねキュッと注入された魚ですね。カラーラジグラスという魚ですね。まあ他の魚はちょっと怪しいですね。ね、ほら種類はねちょっとわからないですね。ただね、ほらもう蛍光って書いてありますからね、怪しいですよね。あとはね袋に入ったミックス状態、もうねこれは触らない、ね、買わないようにしてください。何が入ってるか分かりませんからね。あとこちらカエルですけども、アフリカツメガエル、これはね着色でしょうね。染色されたものだと思いますけれども、お店の人に聞いたら生まれた時からこの色だって言うんですよね。本当でしょうか。遺伝子が組み換えられているのかどうか分かりませんね。要注意です。まあ、蛍光ねペイントをね、注入している可能性もありますね。染色している可能性もありますね、塗料とかね。まあそれらは遺伝子組み換えの生き物ではないので取り扱いできますけれども、まあ海外でもね国内でもできるだけね、まあ取り扱いをねやめましょうね。危険です。遺伝子が組み換えられているねかどうか、まあちょっとパッと見はわからないんですね。目に見えない、だから怖いですよね。それから海外のね市場では、カメなんかがね、すごいですよ。アニメのねキャラクターねもうプリントされてましたからね。ほらね、写真ね見てください。これはね動物愛護にも関わりますし、もちろんね著作権にもね抵触します。どれもね
価格がね1匹100円ぐらいでしたからね。まあ安いからといって、ね、購入しないようにしてください。まあ、特にね赤ミミガメは2023年6月から、ね、特定外来生物として規制対象ですからね。もちろん国内への移動ダメですよ、ね、持ち込みできませんから気をつけてください、ね、ペイントが、ね、綺麗だ、ね、可愛いと思ってもダメです。買わないようにしてください。あとね、まあ、赤ミミガメね緑ガメでも国外への、ね、移動もできませんからね、持ち出しができませんからね、それも気をつけてください。こちらの写真なんかはねこれ全部カナヤシです。特定外来生物ですね、日本に許可なく持ち込みできません。気をつけてください。海外にはねもういろんな生き物が売られています。どんな種類なのかね、どんな状態の生き物なのか、遺伝子が改変されたものかどうか、これもねなかなか見分けつかないので、できるだけ購入しないようにねしてください。今後のね対策ですけれども、犬とか猫ね、哺乳類その他、鳥類とか爬虫類についてはまあ販売する場合ですけれども、販売者は、動物取扱責任者としてね登録して毎年ね研修受けるんですよね。皆さんしっかり勉強されています。残念ながらね、魚についてはね誰でもね自由に販売できるんですよね。あとまあ各種ね法律について学ぶ機会がないですからちょっと問題かなと感じますね。エビ、カニね、そしてカエル、イモリね、サンショウウオね、規制されていない種類については、誰でもね許可なくね販売できるんですよ。植物もね、そのためまあたびたび問題起きてますよね。違法なものだったりとかね、まあ法律はどんどんね強化されていますので気をつけてください。まあ今後のね課題でしょうね。生き物たちをね自由にね販売できなくなる、そんな時代がきっと来るでしょうね。まあこれもね大切なことなのかもしれません。皆さんにね気をつけていただきたいことですけれども、まあ販売側だけではなく飼育する側もね、気をつけていただきたい、たくさんありますよ。例えばそうですね、今回問題となったのは遺伝子がね組み換えられたメダカなんですけれども、それだけではなくてそうですね、人為的に交配させた改良されたメダカ、ね、そして産地がわからないメダカ、そんなメダカたちも川とかね池にね入らないように気をつけてください。飼育しているメダカはね、大切に、そして、野外にいる野生のメダカも大切にしてください。その他ねもちろん他の生き物たちも大切に飼育してください。飼育するってね、責任ありますよ。そうですね、まあ皆さんねいろんな疑問はねあると思います。例えばなぜ改良したメダカを野外にそもそもね放してはいけないのかね、それから身近な川のねメダカ捕まえたものだったら飼育してね増やして川に放してもいいのかとか、まあ難しいですよね。考え方はね研究者でもね違いますからね、それぞれね。まあそれでもねまず、まあ、野生のメダカについては、地域によって遺伝子が違いますからね、これはね各集団ごとの違いですね。まあ長い、ね、生物のね進化の歴史の中でこれはね形成されたものですね。遺伝子が違うということは、まあ、地域ごとにね、それぞれ今もメダカたちは進化しているということですね。まあ今後長いね、時を経てねきっと新しい種にね、分かれていくんでしょうね。種分化と言います。メダカは今ね、進化してるんです、ね、進化の途中ということをね、知ってください。まあそれをね邪魔しないでそっとね見守っていきたいですよね。まあ改良したねメダカをなぜ野外に放してはいけないのか、ね、それは皆さんが大好きなメダカの進化を守るためなんですね。
改良メダカはね、産地がわからないし、そもそも人間がね、特定の遺伝子をね、まあ、固定させた、ね、そんな改良された状態ですからね、自然界にはねいないんですよね。まあメダカの未来をね、変えてはいけない。だからね、野外に放さない。気をつけてください。あとね、身近な川で捕獲したメダカも繁殖させて勝手にね放してはいけないんです。それは各集団のね、それぞれの遺伝的なね多様性が失われてしまうからですね。まあ同じ遺伝子ばかりになる。ね、そうなると例えば病気が出たり、ね、環境が大きく変わった時に生き残りにくくなるんですよね。全滅、ね、メダカが絶滅しやすくなります。だから、メダカの、ね、保護を目的としてもそうですね、研究機関と連携して一緒にね、保全活動を進めてください。ちょっとこちらね見てください。これは静岡市内で捕獲されたね改良メダカです。繁殖したメダカを、野外に放す人まだいるんですよね。気をつけてください。ほらね、ほらほら水路にいますよね。キラキラした改良メダカが、捕まえてみるんですけどね、まあなかなかすばしっこいね。捕まえて見てみると、なんとね卵をね産んでいました。これはちょっと問題ですよね。深刻で、まあ、ここにいた改良メダカね、取れるだけ取りました。まだね、残っているかもしれない。またね、探しに行きますけれどもね。まあ、たくさん飼えないのであれば、繁殖させない。ね、大事なことですよ。人間がね、交配ね、させることによって、遺伝子をね、変えてしまった。ね、そんな生物ですからね。このような改良メダカも、ね、遺伝子汚染を引き起こします。まあ幸いにもねこれらの、ね、メダカは遺伝子がね組み替えられたメダカではなかったんですけどね、まあ、でもね全部取り除くんです。まあ、今のところ遺伝子が、ね、組み替えられていない改良メダカは飼育もね販売も可能です、ね、そうですね、遺伝子組み替えメダカと何が違うのかとね、何が違うかというと、まあ、人為的にね、そうですね、受精させて交配させた改良品種、ね、まあ、種内とか、まあ、禁煙な種としかね繁殖できませんよね。まあ、なので今のところ法律的に、まあ、許可なく取り扱うことが可能です。そうですね、人類の長い歴史の中で、ね、行われてきた改良、ね、改良の歴史が、ね、あります。その範囲として自由に、ね、交配可能となっていますね。まあ、野生動物の、ね、家畜化も同じですからね、犬も猫も、ね、馬も牛も豚も、ね、野生のものを改良して得られた、ね、そんな生物です。もちろん、ね、これら改変された生き物も大切に、ね、しっかり管理する必要がありますね。前提ですよ。そうですね、飼い猫が例えば逃げてね、まあ、野生の山猫、ね、リビア山猫と交雑するというね、そういった問題も起きてますからね、要注意です。そうですね、今回問題となっている遺伝子組み換え生物は遺伝子、ね、直接操作することによって、ね、遠い類縁関係の異なるね生物の遺伝子を組み込むことができるんですね。その遺伝子がタンパク質を作ります。例えばメダカにクラゲ、ね、発光するクラゲの遺伝子を組み込めば光るメダカが作れますよね。それから植物に細菌の遺伝子を、ね、組み込むことで殺虫作用のある物質を植物の体内でね作れるようなそんなね植物を作ることもできるんです。その植物を食べた虫が死ぬんですよね。いやでもやっぱり心配ですよね。野外にねその植物の花粉がね拡散した時に禁煙症をはじめ組み換えられた遺伝子が
花粉とともにね拡散していく、広がっていく、そんな可能性がありますからね。野外に広がっていったら怖いですよね。その植物を食べた虫がどんどん死んでいきますから。まあ遺伝子が組み換えされた生物が悪いわけではなくてね、それがコントロールできない状態になる、ね、それが怖いんですね。だからしっかり管理する必要があります、ね。まあ遺伝子組み換えの生物は一人ね移動されて、さらに遺伝子工学によって改良されたね、外来生物ですからね。たとえ在来種であっても遺伝子が組み換えられた生き物は外来生物ね、しっかり管理する必要があります。まあ人によっては、人間がね改良するということも、まあそれも進化のね一つだとね考える人もいます。ただね、まあ、人間は自分たちのね好みに合わせて生き物のね姿を大きくね変えてしまいますしね。自然の中ではね決して起きないことすらねしてしまいます。まあ、それをね自由としてしまうと、都合の良い生き物だけ残りますよね。都合の悪い生き物、あとはみんなが関心ない、そんな生き物たちがねどんどん消えていくでしょうね。絶滅しますね。生物の進化も大きく変わっていきます。長い、ね、この地球の歴史の中で誕生した、ね、生き物たち、これらがね私たちの時代でね消えてしまうということはとてもね悲しいことですよね。まあ生き物のね、バランス、ね、世の中の生き物のバランスをねできるだけ変えないように私たちは配慮して生活していく必要があります。まあ難しいんですけれどもね、私たちはね、まあ木をね切りますしね、道も作りますから、できる限りね、配慮する、努力するということが大事ですね。やはりね人間は自分たちのね行動に責任をね持つ必要があります。もちろんゴミは捨てない、生き物も捨てない。人間はね生き物の中で唯一環境に配慮できる、そんなね生物ですよね。他の生き物に優しくできるのも人間の持つ力です。ぜひこれからも生き物を大切に、ね、適切に関わっていただければと思います。最後にもう一度説明します。少しね難しいかもしれませんけれども、まず遺伝子が組み換えられた生き物は自由に扱うことができません。2004年からです。世界の動きとして、生物の多様性に関する条約というものがあるんですけどね、2003年に遺伝子組み換え作物などの輸出入の際に輸出国側が輸出先の国に情報を提供し事前に同意を得ることなどを義務付けた国際協定、バイオセーフティに関するカルタゲナ議定書、ね、発行されました。そうですね、コロンビアのカルタヘナでこの条約に関する最初の会議が開催されたことにね由来しますね。カルタヘナ議定書、国際間の取引ですね。そしてそれに対応するための国内法がカルタヘナ法なんです。2004年2月にカルタヘナ法が施行されました。遺伝子が組み換えられた生き物は許可なく輸入販売飼育できません。バイオテクノロジーによる遺伝子組み換え生物、ね、LMO リビングモディファイドオーガニズム、または GMO、ね、ジェネティカリーモディファイドオーガニズム、覚えておいてください。目に見えない遺伝子汚染を引き起こさないためにこの条約法律は存在します。自分がね飼育している生き物がもしかしたら遺伝子組み換え生物ではないかなと思ったら、ぜひ行政窓口までご連絡ください、ね、怖くなって野外にね話すということがないようにお願いします。まあ気がつかないでね飼育していることもあって必ず罰則があるというわけでもありませんので安心してください、ね。遺伝子組み換え生物が拡散しないように対応するということが大切です。よろしくお願いします。加藤チャンネル、加藤ちゃんでした。
また見てください。